もう彼らの経済はボロボロです。お疲れ様です。パーソナリティのマヤです。動画をご覧いただきありがとうございます。さて、本日のテーマは、もう誰も雇えない、隣国の雇用市場がさらに冷え込むをお送りします。2023年は雇用が落ち込んでいく。隣国は失業率を低く見せるため、高齢者向けの短期労働を多く作りました。それは若者がフルタイムで働くようなものではなく、道路のゴミ拾いなど、大事ではありますが、経済には結びつかないようなものばかりでした。しかし最近になり、そうした短期、低賃金の労働でさえ確保することが難しくなってきたようです。今回は、そうした彼らの厳しすぎる労働市場について、日韓の反応とともにご紹介します。まずは報道内容です。現在の主要機関による2023年の雇用見通しは厳しいものばかりだ。政府系シンクタンクである KDI 開発研究院は、来年の就業者数は今年より8万人増えると予測している。これは KDI が予測した就業者数増加79万人の10分の1に過ぎない。また中央銀行は来年の増加幅を9万人と予測した。これもまた増加予想値82万人の 11% に過ぎないのだ。こうした推測が現実化すれば、コロナ禍の影響で就業者数が22万人減少した2020年以降で最低の増加幅となってしまう。これらの推測の背景にあるのは、来年の経済環境が今年よりさらに悪化するという見方だ。我が国の経済成長率について KDI は 1.8%、中央銀行は 1.7% と推定している。他の主要機関も我が国の経済は2020年のマイナス 0.7% 以降で最も大きく低下すると推定している。今年の雇用が好調だったことも来年の雇用への逆効果として現れそうだ。KDI と中央銀行の推定通りなら今年の就業者数は80万人前後増加する。この数値は2000年の88万人以降で22年ぶりの最大値だ。ただ、その増えた雇用の中身を見ると、短期の契約社員、高齢者の低賃金雇用ばかりだ。我が国では中高齢者の就業率は高く、2020年の調査では中高齢層50から69歳の就業率は 66.2% だった。これは全体の就業率 60.1% を上回っている。しかし一方で、中高齢者の雇用の安定性は低い。2021年の調査では、主な仕事を離職した時の年齢は平均 49.3 歳だったのだ。その後は低賃金の雇用を得るか不安定な自営業者となるしかない。今年は政府の支援策もあり、短期の契約社員、高齢者の低賃金雇用だけは増えたが、来年にはそれも鈍化するほかない流れだ。月別で今年の雇用状況を見ると、就業者数は5月に昨年同月より93万5千人増えた。しかしその後、10月の67万7千人増まで5ヶ月連続で増加数は減少している。1月は113万5千人、2月は103万7千人と100万人以上増えていたことを考慮すると、来年は初めから雇用の伸びはほとんどない状況となるだろう。事実雇用指標とは、景気の流れとは時間差で動く代表的な景気恒好指標だ。今年は景気低迷と高物価が深刻な経済問題となっていたが、雇用は豊富で、いわゆる成長なき雇用状況となっていた。しかし来年は雇用市場も冷え込むことは間違いない。我が国の経済は成長もなく雇用もない本格的な景気低迷時期に入るという見通しが多い。以上が報道内容です。経済状況が悪化してしまっては雇用を増やすことができないのは当然です。これまでは政府主導で経済成長とは関係のない雇用を生み出していましたが、それも限界まで来てしまっています。国の借金も増加の一途をたどっており、これ以上増やすことはできません。このままでは国が滅びることとなってしまうでしょうね。このような状況には日韓から多くの声が寄せられましたのでご紹介します。隣国の反応。政府の予算で雇用を創出するのも限界がある。結局雇用は製造業において創出しなければ意味がない。それなのに我が国では労働組合が強すぎるから、
国内で工場を新規に建設しようという動きがない。だからそうした雇用も生まれない。もっと政府はこうした工場建設に投資をしてくれ。ムン前大統領が国の経済を滅ぼす土台を作った。そしてユン大統領がその土台の上で何もせずにただぼーっとしている。これが我が国の辛すぎる現実だ。今は大企業もどんどん退職者を増やそうとしている。まさに我が国は不景気に突入した。歴代最大級のピンチが訪れてしまったね。これも全部ムン前大統領とユン大統領のせいだ。ムン前大統領が国の借金を劇的に増やしたのが悪い。借金をしたら返済をしなくてはならないが、今の状況ではその返済が難しい。借金を増やせば国が危機に陥るというのは当たり前の話だ。なのになぜムン前大統領はこんな愚策をしたんだ。これほどまでに生きにくい世の中になっているのに、ユン大統領はムン前大統領の悪行を暴くことだけに夢中になっている。今の不景気は世界経済のせいではない。日本が同じような状況で踏ん張っているのを見てみろ。日本の反応。日本ほどの経済基盤も内部留保もないのに、各国と GDP やら購買力低下のランキングを争って無理に賃上げした結果だからね。これが全て裏目に出ている。給料も日本より高くなったと言いながら、なぜ家計債務は増加の意図をたどってるのだろうか。統計を見れば彼らの数字のマジックは明らか。年収平均が420万円前後でも、中央値が270万円前後となっている。つまり国民の 50% は平均より150万円も低い年収で暮らしていることになる。要するに上位所得者が平均を跳ね上げているだけ。これじゃ家計債務は減らないよ。輸出も振るわず雇用もないという状況か。そんな中で家計債務や企業債務はどうやって返済するつもりなのだろうね。平均年収以下の方々がどうやって生活していくのか、何をするつもりか、遠くの日本から観察させてもらうよ。彼らは外国人に肉体労働を押し付けているけど、これが大きな間違い。ビル建設も造船も現場作業をベトナムやインドネシア、タイから人を集めてやらせている。こういう地道な労働を自国民にさせないと、自分たちで作るという能力がなくなっていく。それこそ産業そのものが衰退していくだろう。一度怠惰に落ちた自国民を奮起させないと先はないよ。経済成長なし、雇用なし、希望なし。このまま近い将来国なしとならないよう、ユン政権が強すぎる労組を滅ぼすか、逆に労組デモで政権を交代させられて、社会主義国として生まれ変わるしかないね。大胆な何かをしなければ、もう国が滅びるのを待つだけだろうね。成長もなく雇用もないという状況だけなら御の字。破綻と失業ばかりにならなければいいね。このままなら彼らには破滅しか待っていないんじゃないかな。それほど彼らの経済状況は厳しい。彼らの経済は成長どころか退化するのみだろうね。まあ最終的には財政破綻一択なんだから気にしなくてもいいんだろうけどね。日本は前回 IMF に口利きしたり、彼らを破綻から救うためサポートをしてきた。それなのに彼らの教育では日本は何もしなかったと教えてるらしいね。恩知らずに二度恩情をかけるほど日本は甘くない。ぜひ自力で頑張って乗り切ってくれ。最近は彼らの大企業でもかなりリストラが進行していると聞く。サムスンや SK などは時価総額で 20% 以上下落している。特に輸出系企業では輸入コスト増により収益が落ち込んでいる。コストがかさんでいるから販売価格を上げないといけないのに、そうすると彼らの競争力がなくなるからとなかなか上げられていない。だから考えられるコストカットは人件費しかない。つまりこれからますますリストラは進んでいくだろうね。ただでさえ徴兵があるから就業する年齢が高い彼ら。なのに退職時期も早く、リストラまで始まっている。その結果、失業してブラブラしているか、少ない人数で長時間働くといった二極化になっているらしい。どちらにせよかなり大変そうだな。こないだ彼らの国における日雇い労働者は19ヶ月連続で減少していると発表されていた。つまり失業して日雇いで働いていた人はそれすらもできなくなっているということ。もう彼らの国で生きていこうとすること自体かなりハードルの高いことになってしまったね。
財政、企業、個人の借金が膨らんでいるのだから仕方がない。借金で賄ってきたハリボテ GDP もおしまい。これからはとても厳しい現実が待ってるだろうね。ムン大統領から続く政策により終わりを迎える。ムン前大統領が無理やり最低賃金を上げて良質な雇用を減らし、物価高の基盤を作りました。そこに世界的なインフレの津波が来てしまいました。不動産バブルも崩壊し始めて、債券市場も凍っています。半導体不況がますます悪化し、米国のインフレ法案で自動車も売れなくなれば、サムスンは雇用を増やすことはできません。株安も通貨安も進行中で、どこから手をつけたら回復するのやら、ユン大統領も頭を抱えるばかりでしょう。すでに経済の崩壊は始まっています。あとはいつ大きな波が来るかでしょうね。そうした波が来た時に向け、ユン大統領は日本へ支援を要求しているようですが、今回はそうそううまくはいきません。岸田政権の支持率は低空飛行となっているので、さらに支持率を下げてしまうようなことはしないはずです。となれば、日本が彼らを助ける確率は限りなく低くなります。ムン前大統領から続けてきた政策により、自らの国を滅ぼすこととなりそうですね。あなたはこうした彼らの雇用状況についてどう思いますか？ぜひ意見や感想をコメント欄にお寄せください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またあなたとお会いできることを楽しみにしていますね。